なんか今虫いたぞ、中に。なんかコバエみたいにいる。中だな。あー、ちょっと後で出さないと。はい、皆さんこんにちは。車の大戦カッカシノピーです。今回はちょっと前に姉妹チャンネルのタビュードの動画のまあ最後ら辺に、車の大事典カカカの方でこの車をちょっといじっていきたいですっていうのをあげたんですよ。皆さん見てくれましたか？まあ見ていない人もいると思うんだけども、その動画ではちょろっとね、ジムニーシエラをいじっていきますっていう話をしていて、実際に車両もお見せしたんだけども、今回はそのジムニーシエラをもうちょっと詳しく見ていこうかなと。あとこういったところいじっていきたいなみたいのもとお話できたらいいかなと思います。でまあいじってくパーツもちょくちょく届いてはいるんだけど、まだね完璧に揃っていないので、今回何かを変えるっていうのはしないんだけど、そう、あのホイールは届いたんですよ。なんかまあそのホイールもお見せできたらいいかなと思っております。そしたらまあ一旦車両の方見に行きましょう。はい、そしたらあそこに見えてるのが一応今回いじっていく予定のジムニーシエラなんだけども、雨降ってきた。うわマジダメだ、撥水の動画撮らないと。はい、そしたら晴れたのでジムニーシエラちょっと見ていきますか。こんな感じですね。超適当。カラーはアイボリー、確かね正式にはシフォンアイボリーメタリックみたいなカラーですね。でこのカラーはシエラの場合ツートンカラーもあって、この車はツートンじゃないんだけど、このルーフが黒いタイプもあります。でまあグレードはこのヘッドライトを見ればわかるんですが、プロジェクター JC というグレードになっています。2タイプあって、もう一つの方はプロジェクターじゃなくリフレクターのヘッドライトになっていると。でまあシエラなのでこの5つ目なフェンダー、いい感じ。これをねいじっていきたいんだけども、まずねやりたいなと思ってるのはこのサイドミラー、ちょっと色変えたいな。これねまあ黒はいいんだけど、マットブラックがいいなと思っています。ちょっと近々塗ろうかな。理由としてはね、この未塗装樹脂の部分が多いんですよ。このグリル部分だったり、このフェンダー部分、あとバンパー部分ね、この未塗装樹脂マットブラックなのにここだけツヤがあるっていうのがね、ちょっと個人的には違和感があるのでちょっと塗りたいな。でまあルーフこの辺はおいおい、今のところは考えてないけど。でまあリア、あこれステッカー貼ったんですよ、タビュードとカカカの。これまあ近日販売予定です、もしよかったら買ってください。でこっちに行くとガヤさんなんかやってるわ、これ多分ちょっと映しちゃいけないやつ。でまあ全体はこんな感じですね、純正です、もうほんとノーマル状態で。このねジムニーもジムニーシエラも新車購入しても納期待ちで1年か1年半待ちみたいです。長いね。まあ、そしたらまあ外装は一旦こんなもんにしといて中見ていきますか。よし、なるほどね。運転席周りなんかねちょいちょいねこの辺とかボルトチックなものが使われてるんですよ。あ回る、あなんかプラスチックなのかな。この辺をちょっと外して違うボルトを入れるっていうだけでもちょっと雰囲気変わるんじゃないのかな。どうだろう、この辺とかもねこんな感じがします。まあこのポケットはちょっと掃除しにくそうだけど、まあ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 。で一応オートマですね。でナビはついていません。この辺はねナビかタブレットか一応何かしらつけたいなと思っています。でまあバックカメラとかもついていないので、その辺も今後つけていきたい。あと ETC もついていないです。あとフロアマットもないし、まあこの辺ちょっとどうしよっかね、 DIY で何か作るか、それともフロアマットを何か購入するかだね。あとシート、まあ、ノーマルの状態でシートヒーターついています。後ろはねやっぱまあまあ狭いので、これをどうするか、潰すか生かすか、潰すかな。ちょっと後ろを開けてみます。こんな感じですね。この紐を引っ張るとこのように倒れるんですよ。このスペースをどう生かすかって結構肝になってくると思う。ここにルームランプね、後ろ、あこの斜めのところについてるから、ちょうどこのラゲッジ中央倒した時にこの辺全体を照らしてくれるような感じなのかな。
ょっとねここ気づかなくて、ないようだったら何か取り付けようかなと思ってたけど、あとこの辺なんか使えるのかな、わかんないわかんないわかんないことだらけなんだけども、ちょいちょいいじっていこうと思います。でもある程度ねいじるもの決まってるものもあって、このホイールね、純正ホイール、これもまあかっこいいんだけども、ホイール変えます。でホイールに関してはもう届いているんですよ。けどまあタイヤがね届いていない、あとまあ組んだとしてもこの車高じゃ入らないと思うので、一応リフトアップまでやる予定ではいるんだけど、まだちょっとね部品が届いていない状態で、その他もまあ中だったり外だったり、あとテントもね取り付けようかなと思っているところです。でこの車両は一応カカカでも登場するし、パビュードでも登場するし、両方登場しますね。うん、めちゃめちゃかっこいい。僕はこのフォルム大好きです。でまあホイール気になりますよね。まだちょっとつけらんないんだけど、ホイール見しちゃおっか。重いだよ。いしょ。はい、こちらですね。一応5本あります。でこのホイールはガヤさんと一緒に選んだホイールです。どんなデザインか気になりますよね。見ていきますか。じゃん。はい、もうここに乗っています。ブラッドレイ V、 4x4 エンジニアリングのブラッドレイ V というホイールですね。でサイズは16インチの 6J でインセットマイナス6というサイズですね。いきますよいきますよいきますよ。じゃーん。まだ見えません。じゃっじゃーん。どう、やばくない？いろいろね候補はあったんだけども、シンプルにおしゃれに、そしてジムニーっぽさを追求した結果、ブラッドレー V のホワイト、これに決まりました。かっこいいね、シンプルで。ちょっと仮で合わせてみる。この感じでイメージが湧くかわからないんだけども、一旦このホイールの前にブラッドレー V をちょっと置いてみるっていうか、持っていきます。僕の腰がやられないことを祈る。いきますよ。はい、こんな感じ。いいね、白。このねアイボリーに白が合うんですよ。で純正が一応15だったかな、そう15インチ、で今回のブラッドレー V は16インチなので1インチアップしてますね。どう、かっこいいですか？俺も引きで見たいわ。ちょっとこの録画したやつ後で見て楽しもうかな。こんな感じです。いいでしょうね。組んだものをお見せしたいんだけども、まだ組めないのでイメージだけ。一応前側見せておきます。こういった感じどうですか？ちょっと角度的に見にくい、足邪魔。いやかっこいいよ、絶対かっこいいんだから、早く履かせたい。はい、といった感じで動画の方以上になります。今回はタビュードの方でも紹介したジムニーシエラ、これをまあ今後いじっていきますよっていうちょっとしたねご報告ですね。で一応まあ決まってるのは車高を上げます、リフトアップキットを入れるのと、あとホイールももう決まっていて、あとはタイヤはねもうこれも決まってるんですよ。あと届くのを待つだけなので、届き次第タイヤをちょっとホイールに組んで、またね合わせをちょっと小出しにしすぎかな。リフトアップキットがまだちょっとね届きそうにないんですよ、欠品中で。なのでまあ届いたものからちょっとお見せはしていきたいなと思っています。あとはまあ内装をいじったり、外装もなんかできるところはやっていきたい。あと DIY もね、自分でできるところは自分で、まあ、何か物を作ったりもしていきたいので、まあ、ぜひ、まあ、今後まだまだ動画アップすると思うので、楽しみにしてもらえたらいいなと思います。はい、とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。